まさかのまさか？いや、当然。漢王朝が2回も滅亡したわけ。漢王朝は皆さんもご存知の通り、前漢と後漢に分かれています。なぜ前漢後漢に分かれているかというと、王莽によって一度滅ぼされているからです。それでも不死鳥のごとく蘇った漢王朝。ところがやっぱり衰退の一途をたどり、再び滅亡してしまいました。前漢も後漢もそれぞれ200年という長い時代を築いたのに、なぜ滅んでしまったのでしょうか。今回はその原因を探ってみましょう。正直、劉邦が嫁にしたやつがまずかった。実は漢王朝の破滅の足音は、劉邦が漢王朝を建てる前からすでにひたひたと聞こえ始めていたのかもしれません。その足音の正体は、劉邦の妻、呂氏です。呂氏は後に皇后となるので、人々には呂后の呼び名で知られています。彼女は劉邦が恋の身である時から連れ添っている、いわゆる宗侯の妻なのですが、正直、彼女については、彼女だけはどこかでポイッと捨ててしまった方が良かったのかもしれません。劉邦が崩御し、劉瑛が即位すると、呂后は皇太后となったのですが、劉邦の後継者争いの時、ライバルとなった者たちを次々と暗殺、処刑。長王となった劉女医の母、赤夫人については、両手両足を切り落として、目玉をくり抜き、さらに耳と声を毒薬で潰して、かわやに住まわせ、人帝と呼んで嘲笑ったのだそう。この極悪非道な呂后の振る舞いに、息子の劉瑛は落胆して自暴自棄になり、若くして亡くなってしまいます。しかし呂后は実の息子を失ってもあっけらかんとしており、次の皇帝を選び始める始末。呂后は自分の血を引く幼い皇帝を立て、さらに身内を重役につけることによって外戚政治を展開します。呂后の横暴さには拍車がかかり、自分の敵になりそうな劉邦の子供たちを暗殺したり、気に入らない皇帝を廃位して新しい皇帝を立てたりするなど、やりたい放題。彼女のこういった振る舞いが後の人々にも悪い意味で受け継がれることになってしまったのでした。儒教による統治が前漢滅亡を招いた。武帝が儒教を国教としてから、官僚たちの中に徐々に儒家が増えていったのですが、このことが前漢の滅亡の原因の一端になってしまったとも考えられます。儒教は徳による統治を推奨する学問です。そのため皇帝も徳による政治を行おうと頑張るのですが、何せ徳というものはつかみどころのないあやふやな存在。そのためその定義づけから議論を始めなければならず、政治の場は大混乱してしまうことに。そんな場所で活躍できたのは儒教に明るい者たちと皇帝と深い関係にあった外戚や神官だけでした。そうなると力を持てるのは外戚であり儒学に明るいもの、もしくは神官であり儒学に明るいものです。ただ儒教では親を重んじる思想があるので、神官よりも外戚の方が優勢だったに違いありません。そのような状況の中で台頭してきたのがあの王莽でした。外戚であり儒学にも明るかった王莽は、あえて幼い皇帝を擁立し、自ら仮皇帝や摂皇帝となって政治を専横。ついに帝位を簒奪して前漢を滅ぼしてしまったのでした。後漢王朝は即位する皇帝が皆若すぎたし、早死にしすぎた。赤備の乱などの農民反乱が勃発し、王莽による怪しい儒教国家秦は十数年で滅ぼされ、再び返り咲いた漢王朝。後武帝の力によって不死鳥のごとく復活してみせたのですが、とにかく後漢王朝で皇帝となった人たちは若すぎました。
洪武帝と明帝以外は全員20歳未満での即位、中には生後100日の赤ちゃん皇帝も。そんな幼い皇帝を操っていたのはやっぱり外戚や神官でした。外戚が嫌になった若い皇帝が神官に泣きついて、外戚が駆逐され神官が優勢になったり、神官の悪政に困った皇帝が外戚に泣きついて神官が駆逐され外戚が優勢になったり、外戚と神官によるシーソーゲームが繰り広げられ、後漢王朝の政治は混迷を極め、民草の不満が募る大きな原因となってしまったのでした。外戚と神官が欲しいままに祭りごとを行いたいがために、幼い皇帝を立てまくったのはもちろん大問題ですが、実は後漢王朝の皇帝たちはとにかくみんな早死にだったので、ある意味仕方のないことだったのかもしれません。40歳以上年を取ることができたのは初代洪武帝を除くと、まさかの最後の皇帝検定だけだったそうな。まあ彼らが早死にしてしまったのは単に病弱だっただけではないような気もしますが、とにかく五感は闇が深すぎます。三国志ライターチョップスティックスの独り言。前漢王朝も後漢王朝も主に外戚や神官の専横による内政の混乱によって衰退していきましたが、その萌芽は劉邦が呂地をめとった時にすでにあったのでしょう。そこに良くも悪くも儒教というエッセンスと皇帝が創生するという呪いが加わり、さらなるカオスが。本当に悪い意味で歴史が繰り返されている王朝ですね。